だってね、いろいろだから清志郎とか坂田師匠から始まりね、はい、中堅芸人とか、若手芸人もいろいろ書いたんですよ、はい、でその中にあの空手家の入江君も書いてるんですよ。ありがとうございます。俺そのそこで空手家の入江君はすごいんだって褒めてる僕のね気持ちこんなことなんと誰が思いましたかあいつはあいつで頑張ってるんだみたいな書いて、だからこの後実はこんなことがあって吉本から首を切られましたとでも載せてはくださるんですね、入江君のところは。いやそれはだって載せないといけないでしょ、はい、そら、ね、書いたけど今現在こんな感じになってますって、はい、書いとかんと一筆書いとかんとあかんし、だって吉本最近でハッピーなニュースって俺か南海山ちゃんの結婚だけですよ。山ちゃんのあれもものすごいいいニュースですよね。そうですそうです、はい、あとはもうほぼほぼわもう悪いニュースばっかりやし、ね、ツイッター上ではもうね不服兵不満ある芸人がつぶやいて、はい、今調子いい芸人だけだんまりするっていうねそうでしょ、しとりとか全然つぶやけんな全然僕気づいてなかったですけどね、千鳥とか霜降り明星とか何もつぶやかないですよそうなんです、ね、全然増田キートばっかりつぶやくんですよめっちゃ見てますね、東さん。いや俺誰がつぶやくんやろって言ってたらえらいもんやなー言って、清水圭さんかわいそうやなー思っていろんな思いでね、みんなつぶやいてるからそれぞれそれぞれそれぞれをね、ごめんこの話したらあかんもんね。いやいやいや